間違えたぞ。理科を取り巻く惨劇のルールは全て理解しましたわ。ほう、それでどうするのだ。私、気づいたことがございますの。無限にやり直しができる繰り返すものでも、心が屈することからは逃げられない。その通りだ。永遠を自在にする力でありながら、心の寿命は永遠ではない。すなわち、そなたも永遠の命があるわけではないのだ。それは理科も同じですわよね。そなたが見てきた通り、猫は惨劇に抗うため運命のサイコロを振り続けてきた。最後には抗う気力すら奪われ、全てを諦める寸前にまで追い込まれていたな。だったらもう一度理科の心を折ればいいんですわね。それこそ今度は完全に屈服するまでだがどうするのだ。今は繰り返すたびに全てがリセットされてますわよね。引き継がれるのは私の記憶だけ。そうであるな。それを私だけでなく理科の記憶も引き継ぐようにはできるかしら。ほう、できるとも。猫に力を与えた角は欠損していたが、我が角は完全だ。造作もない。そなたに新たな力を加えよう。これで猫の死後にそなたが死ねば、二人揃って同じ欠片に行くことができる。永遠に一人の理科を追い続けられる、そういうことですわね。確か理科は欠損した角のせいで死亡時の記憶が残らないんでしたわよね。そうだ。死亡時から遡って数時間分は記憶が失われる。だから猫は自分の死因を記憶にとどめられない。理科が死んでから私も死ねば二人とも記憶は維持され、同じ欠片へ行くことができる。だけど理科だけは死の直前の記憶が欠損する。それを利用させていただきますわ。理科、あなたの心を砕くために、私そういう意地の張り合いは得意ですのよやはりそなたは我が干渉に値する。繰り返すものなんて偉そうな名前をしても結局はただの根比べですわね。私の夢は理科と二人でこれからもずっと雛見沢で楽しく暮らしていくこと。理科の夢は真逆、私なんかどうでもいいから雛見沢から出ていくこと。夢と夢のぶつかり合いですわね。負けませんわよ理科、あなたのことがずっと大好きだから。絶対に負けませんわよ。